はい、吉谷さんメッセージありがとうございます。今回の億万長者合宿リメンバー、挑戦できない人はどうすればいいのかって、別に本当その通りで挑戦しなければいいんじゃないかなと思いますよね。あの努力とか進歩とかね、それから成長って別に人生に不可欠ではないんですよ。別にそんなことしなくてもいいんですよね。で結局何かね、自分を教育者だと思ってる人は成長や進化や工夫や努力をすることが美しいっていうすごい狭い枠にはまって人と対話してるから、挑戦できない人とか結果が出ない人の気持ちに寄り添えないんだと思うんですよ。いや、しなければいいんではないかなと思います。これはある意味ね、できない人をかもってるというね、そういうふうな側面も見えるわけですよ。できない人に対して励ましなり相談なり、目標なりを与えてですね、やりたくもないことをやらせることからさらに金まで取っているっていうね、そういうなんか気持ち悪い図式があるんで、私はね、あまりこのコンサルとかっていうのが良くないなと思うんですよ。本当にコンサルってね、もちろん全員ではないと思いますけども、大したコンサルなんてできないんだから、コンサルをね、名乗るなと思うんですよ。特徴的なのは店舗とか飲食店とか製造業のコンサルですよ。コンサルがついて良くなるんだったら、こんなね、10月に倒産件数780件とかになってないんですよ。コンサルが役に立ってないってことなんですよね。だからやめてしまえと、どうせ大した知恵持ってないんだと思いますね。引き上げてあげることなんてできないわけですよね。はい、いろいろと申し上げましたけども、飲食店にフォーカスしていきましょうか。飲食店のコンサルで飲食店を苦しめてると、しかもそこからお金分取ってるというね、コンサル料をね、何万か毎月取るんでしょうけども、じゃあその何万を稼ぐために店舗の経営者とか従業員さんをブラックか奴隷化しているっていうのがそのからくりなんですよ。ですんでね、私は特に思うんですけども、その情報販売って原価がかからない分だけ価格を下げていけるはずなのに、価格をね、どんどん上げていくっていう図式ももうそろそろ終わっていくんではないかなと思うんですよ。で、そういう意味で言うと、私の挑戦っていうのは速稼塾の支払いを30年にしてみるとね、そっちの方が売上的には高いわけですよね。で、あとセールスもないと、やっぱそっちの方が売上が高いと。でも挑戦っていうんだったら、それをやれる人いるかなと思うんですよ。情報販売者とか塾の販売者とか、いわゆるコンサルをね、自称する人が私のようなビジネススタイルでできるかなと。これ挑戦だと思うんですよ。払わなくてもいいよと、交渉すれば最初の3万、30万円のうちの3万、それすら1000円でいいよみたいなね、そんなことをネタバラシしていって、気に入らなかったら残金も請求しませんみたいなことを言えるかなと思ったら、多分これ言えてる人っていないと思うんですよ。それはある意味人に挑戦を吹っかけていながら自分は挑戦しない姿だと思うんですよね。もちろんね、そういうことをみんなしろってわけじゃないんですよ。だから私は思うんですよ、誰もしなくていいんじゃないかと。こんなね、私のことなんて別に真似する必要はないし、自分の思う通りにやればいいし、高いものを作って高いものを売ればいいと思うんですよ。で、あらりが高いって喜んでればいいと思うんですけども、やっぱりね、原価がゼロなんだったらそれは安く販売しても遜色ないと思うんですけどね。原価が安いのに価格を上げていくっていうのはものすごいひどい話だなと思うんですけどねそういうふうに感じながら、でも他の人のやってることは私はね、特にケチをつけるわけでもなくて興味もないかなと思います。はい、ここでですね、海外に無知な憧れを求める日本人にちょっとね、申し上げたいことがあります。日本人はね、日本人を否定しすぎるんですよ。日本の常識に囲まれちゃダメですねと。自分がうまくいかない、成功できない、不自由なのはこいつら日本人のせいだって言ってるわけなんですよね。だからこのね、日本人が足を引っ張り合ったりとかケチをつけるのは結局みんなやってるかなと今いる環境で、どうにもできない自分がいるってことを認めないんですよ。日本にいたらダメだと、海外に行かなきゃダメだって思っちゃってるんですよね。海外には海外の不自由があるのを多分そういう方はご存じないと思います。文化の違いとか言葉の違いとか、宗教とかね、あとは季節のこととか、また全然分かってないと思いますね。行ってみて体験してみて、海外の良さではなくてね、不自由さにどんだけ目を向けれるかだと思うんですよ。私はね、トータルで考えて、今までね、そんな100数十カ国行ったわけじゃないですけども、どこに行っても感じるのは日本が一番だなと思います。きっと魚っていうのは生まれたところの水が一番泳ぎやすいんでしょうね。私はこの日本っていう国の水が多少濁っていても、流れが激しくても、よどんでいても結構好きなんですよね。
少なくとも日本以外の国よりは日本以外の国が泳ぎやすいってことは今のところはなかったです。それはもちろんあらゆる国にいいところもありますし、私はそこにね定着する自信はあります。まあ、特にインドネシアバリ島っていうのは2つ目の故郷にしようと思ってますけども、そこをね大好きになる自信はあるんですよ。でもやっぱり日本っていうところで育って、日本っていうところの良さ悪さを組み合わせた人間、それが私久保哲郎なんですよね。ですんで私の息子も大和という名前をつけました。世界に冠たる名前、そして2600年前から続くね大和王国、大和朝廷、大和大国からずっと受け継いだ魂の日本男児魂のね大和くんでございます。そして大和は同時に未来をも表しております。宇宙戦艦大和ですね。まだ宇宙戦艦大和2199年まだ来てないです。未来に向かってどこまで飛んでいけるかなと。そして大和に向けるメッセージっていうのは、世の中にはね気に入らないやつもいると。自分のことを押し通そうとすると必ず誰かとぶつかる。それでも孤独になってもいいから自分の思い通りに生きてほしいなと思うわけなんですよね。はい、それではですね、いろいろと申し上げました。ここからねちょっとテーマを変えていこうと思います。本から影響を受ける人生っていうのは昔あったわけなんですけども、今はそれが YouTube に変わってるのかなと思います。私も吉谷さん同様いろんな本から影響を受けてきましたけども、今圧倒的に YouTube、そして読むことからよりも今は聞くことからの方が影響を受けやすいかなと思いますし、情報の処理速度っていうのもものすごく速いんですよね。特に私 YouTube っていうのは倍速で、まあ例外なく倍速で再生するんですけども、倍速でも遅いんですよね。で標準になるとどれだけトロトロトロと喋ってんだみたいな方もいますけども、それは聞く速度、話す速度、みんな差が上がるんでしょうがないかなと思います。私はやっぱりね、時速10キロぐらいで走る速度で聞くのがちょうどいいんです。そのリズムがいいんですよ。ですのでちょっと早足なんでしょうね、きっと。話も私が話すスピードも速いのかと思います。で、成功者がね、成功者が誰かにアドバイスするとしたら、サラリーマンのことでしたけど、何でしたっけね、サラリーマンで月収100万取ってる人が誰かに月収100万ってどうやったら取れるんですかっていうふうに相談されたら、全然取れるよっていうふうなアドバイスするというふうな話が出てました。私も基本的にはそう思いますけども、私が今の暮らしをしていてですね、どうやったら久保さんみたいになりますかって言ったら、私は無理だと思いますね。残念ながら私は自分はこうなっているんですけども、誰もがこうなるわけではないっていうふうに考えています。それは何でかっていうと、特に隠居っていう、ね、席がね限定されているわけではありませんし、私みたいな暮らしっていうのは全然飽和しているわけではないんですよ。まだまだ全然席は残ってますけども、そこにたどり着くために、腹をくくれるっていうんですか、進める人っていうのはいないと思いますね。これが悲しい現実かなと思うんですよ。そしてですね、エホバの証人さんのことについて触れられてましたね。エホバの証人さんっていうのは今までね何度も何度も解釈が変わってるんですよ。世界終末論とかその他もそうですけども、結局これはですね、聖書ってものを解釈している統治体っていう組織があるんですけども、そこの解釈が甘いのかなと、もしくは神様の伝え方が悪いのかなと。そもそもね、分かりにくい聖書みたいなのを書いて何が予言なんだと思うんですよ。もっと言ったらですね、わざと誤解するように書いてんじゃねえかみたいなことがあります。それに引き換え、悪魔の書いている本ってのは分かりやすいんですよ。人間の心に寄り添って人間の弱みにつけ込んでるんですよ。もっと言えばですね、人間の弱みをよく理解してるんですよ。そして人間はどんな言葉に行動して励まされるのかってことをよく知ってるんで、言葉巧みに誘惑してくるわけなんですよね。そうなんですよ。私たちは誘惑されるとそれに乗ってしまうってことは、自分の欲望にものすごくマッチした商品やサービスや言葉が提供されてるってことなんですよ。だからやってほしいのはそれなんですよね。どん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 誘惑していただいて、自分の欲望を乱す方っていうのを求めているはずなんですよ。でも自分の欲望をですね、我慢しろっていう人っていうのはもうあんまり求めたくないですよね。そういう意味でもですね、求めてもないような成功とか挑戦とか成長とか進化を押し付けてくる、そういった関係っていうのもあんまり良くないんではないかなと私は思うんですけどね。でそもそもね、人間って金じゃないんですよ。なんかね、結局は金に頼ってるんですよ。老後どうするって、老後のお金どうするとかね、2000万円問題とかありますけども、金なんてなくたって大丈夫だってことなんですよね。借金が3000万円以上あったって余裕で生きて笑ってね、人冗談言って毎日麻雀してるわけなんですよ。金じゃないんですよ。結局ね、金しか価値観を置けない人間が最後に頼るのは金だよねってなるわけなんですけども、お金なんてのに頼ってもろくなことがないです。なぜならお金に頼るとお金に関するテーマにやっぱりね、引っ張られやすいんですよ。まさに誘惑されやすいんですよ。儲かりますよとか、稼がせますよとか、確実ですよとかね、何回それに引っかかってるんですかってことなんですよ。
要するに人を騙そうとする、その気にさせようと誘惑する人もお金ってキーワードをどん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 放り込んでくるんですよね。私みたいになりませんか、成功者になりませんか、成長進化しませんか。まあひどいペテンだと思いますけどもね。求めてる人がやるのはいいんですよ、うん。でも求めてるものを提供するんではなくて、まあなんか上手にですね、うん、進化成長しないものを少しずつ解釈を変えながら小出しにしているっていうのが多くのコンサルの真実なんではないかなと思いますよね、うん。だいたいコンサルの毎月契約っているんですかね2,3 ヶ月で OK じゃないかなと思うんですよ。何年もかかるコンサルとかってね、私はあんまり当てにならないと思うんですよ。何年もかけてやることではないかなと。要するに自分の内側から発せられる声に気づかないと、他者から何かをね動機づけられて、他者から餌をぶら下げられて行動しているうちは、結局は枠にはまった小さい常識と小さい判断なんですよね、うん。だからそういう意味も込めて、挑戦をする意欲がない人はしないと、うん。挑戦するレベルではない、段階ではないんですよ。挑戦ではなくて、言ってみれば蓄積なんですよね。自分の経過年数を経験年数に変えるための自分の足跡、昨日の中でどれだけ発見があったかなと。何かを残そうと思ってやるんじゃなくて、まあ本当にね、最初は普通でいいんですよ。最初は普通です。最初は普通に生きてきて、その普通の中に異常の種をどれだけ発見できるかなってこと、これをやってみることなんですよ。そして異常の種を発見したら、それを育てることに挑戦する、これが次の段階です。普通から抜け出すための次の段階だと私は思いますね、まあ、こういうふうに言葉にすると結構分かりにくいと思うんですけどね、なんとなく感じていただければいいかなと思います。とてもこの動画ね、10分20分でお伝えできるようなものではありませんのでね、やっぱり私と共に過ごして、私と共に食事をして、私と共に、まあ、あの本音をねぶつけ合わないといけないのかなと思いますけどね。もちろん私でなくてもいいんですよ。この動画を見てる方で、この人の言うことだったら聞けそうだな、この人の言うべき点には、この人の言うことに聞くべき点があるなと思えば、その方と関わる時間を増やしてみるといいと思いますし、その人が発している音声を聞いてみるといいと思います。やっぱりミラーリング効果ってあってね、見るものとか聞くものっていうのは、私たちはそのまんま自分もそれをやってみようっていうふうな本能があるんですよね。その本能のままに行動してみると、周りの人に愚かな人に囲まれていると自分も愚かになっていきます。周りの人に賢い人に囲まれていると自分も賢くなっていく。これはね、特に意識しなくても、挑戦しなくても、進化しなくても、学習しなくても、勝手に脳がそうなるんですよ、ね。周りの人が自分を褒めてくれる人ばっかりだったら自分も人を褒めるようになるんですよ。でもですね、周りの人が足を引っ張るような人間ばっかりだったら自分も足を引っ張る、もしくはこいつらが足を引っ張ってるせいだっていうふうに責任転換をするんですよね。だから海外行こうかなって考える人も出てきます。はい、マッキントッシュの話してましたね。マック、吉谷さんパソコンの話をしてました。いいパソコン買いましたね。私もエイリアンっていうね、高額なパソコン買ってみました。64ギガですかね、うん。すごくいいパソコンっていうのは、やっぱりやる気をねそのまま出してくれますし、そのパソコンが買えるようになった、その挑戦とか勇気っていうのは、一定の、なんか評価に値するのかなと私は密かに思うんですけども、ただですね、そのパソコンをどうこうするとか自分の人生がどうこうするっていうのはね、なんかね、まあ、私これ吉田さんのことを、ね、否定してるわけじゃないんですよ。ただなんとなく半分自分に対しても思うんですけども、まあパソコンなんて何買ってもいいんですよ。私が1億稼いだのは1万6000円でメルカリで買ったクロームブックですよ。そんなね、なんか新品で買っても3万円もしないようなパソコンでもちゃんと1万円稼げるんですよ。で、要するにね、自分の行動や決断を美化しないってことなんですよ。私はね、大した努力もせずに工夫もせずにここまで来たと思ってます。だから大したほどやってないんですよ、大したね、悩みにも直面してないですし、人生の危機なんてのも私はね全く当たったことがないです。もうそれをね美化することもないですし、まあなんせね振り返って思い出すことがないんですよねまあですんでね、ぼーっと生きてるようなもんなんですよ。私はだからね、自分のことをそういうふうにかなり低く評価してるのかなと思うんですけども、ただ最近思うのは、多くの方が私を評価してくださるってことは、そういうふうに思った方がいいのかなというふうに感じるところなんですよね。さあ、いろいろと申し上げました。結局は挑戦する意欲のない人にどういうふうなね働きかけをすればいいのかってことですけども、挑戦の強要をしないってことですよね、うん。でそのまま挑戦なく一生を終えていけば、それがその人の最高値の最上級の幸せであり、まあ受け入れるべき人生だったんじゃないかなと思いますよね。まあ、強制的なね挑戦意欲に火をつけたりとか、あんまりないと思いますよね。まあそれでもね、唯一言えるんだったら、ライバルを見つけてあげるってことです。ライバルをね、だからそれが多分できてないんだと思うんですよ、なんかね塾
をやったり、まあ、速稼塾っていうのもライバルを見つけることをね進めてるんで、 YouTube をやってる人には他の YouTube をねこうやってね、そうお互いに見せてあげたりとか、お互いにねチャンネル登録をしたりとか、お互いにレビューしたりとかっていうのを進めてるんですけども、結局自分のチャンネル登録者数が20あるとする、再生数がいつもね3とか4である、そういう人同士をぶつけてみるってこと、もしくはちょっとだけ再生回数の多い人を紹介してあげて、やっぱお互いに意欲をね出してもらうとか、時にはですね、私は花井龍馬さんって方を紹介することもありますけども、速稼塾の塾生さんじゃない方を取り上げて、その人に対して、紹介すると、そして私もその人をレビューしてみるとね、その花井龍馬さんって方も速稼塾の方をすごく見てくれるようになって、速稼塾の YouTuber のことをすごく気にしてくれたり話題にしてくれたりするわけなんですよ。そういうふうに私はですね、自分の塾っていう狭い範囲で何かを考えさせるんじゃなくて、ここにも素晴らしいものがある、あっちにもいいものがある、こっちにはあなたに参考になるものがあるよっていうふうに、自分の力量ではできないことを、まあ、やすやすとね他者の力量を借りるということをしていますね。まあそのぐらいしか私にはできないかなと思います。まあなんせ神羅万象、私が何かをできるわけではないです。特に他人、お他人様に何かができるってことは考えられないです。私はまあ自分がね生きてきてせいぜいこの程度なわけなんですよ。まあですんでね、あんまり、過大な負担をかけて、過大な期待をかけるんではなくて、やっぱり普通を抜け出すには自然体かなという、この大いなる矛盾がありますよね。自然体でやって普通から抜け出せると要するにね、普通の人って、普通を演じてる人って自然体じゃないとも言えますよね。何かに無理して誰かに合わせて自分の内側からの声を無視し続けている、だからそういう人たちは、そうは言ってもなかなかできないよって言葉が出るんですよ。まさに普通の人ですよね、そうは言ってもなかなかできないけど自分だけはやりますよで普通を抜け出すことができるんですけどもね。はい、本日は以上です。ありがとうございました。